おはよう。ジャン君、ポンちゃん仲いいね。少し甘えるようになってきていい感じだね。ジャン君をもっと甘えさせてあげないとね。はい、しおん君おはよう。今朝アンズちゃんとハンモックの取り合いでちょっと喧嘩してたね。そんなにひどいことにはなってないのかな。アンズちゃんが入っていたハンモックに多分ですよ、シオン君が一緒に入ろうとしたようなんですね。ラブ君と2人の時はそれでも、どうぞどうぞということで2人でハンモックを使っていたんですが、アンズちゃんにとっては、まあ違和感があるんでしょうね。息子とはいえ、別々に暮らしていた、猫ですので、しかも自分よりだいぶ大きいのでですね、嫌だと。あ、こういうことですね。大丈夫かな。という、ことが今朝方起きました。ただまあその後敵対するような感じではなく、この近いところで一緒に寝ていますので、まあ事なきを得たというかですね、私たち夫婦の方ではハンモックをもう一つ購入してですね、別でこの辺に吊るしてみようかとは、ちょっと話し合っています。ハンモック好きなんだね、二人ともね。さて、昨日のラブくん、今頃どうしてるでしょう。ちゃんとご飯も食べたでしょうかね。優しい里親さんのところで、ご機嫌になっているかな。きっとまあ大丈夫だとは思います。さあ、うちの方はまた今日別の流れが始まります。これからですね、この子たちにはご飯を食べさせて、その後お迎えに行くことになります。ちゃんくん、ぽんちゃん、ちょっと離れてるんだよね。両手でやるにはね、少し辛いんだけど。かおりさんにお願いして。はいはい、あ、いいね、近くなるね。あ、塩くんまで。じゃあしおんくんは、ラブちゃんがいるときに比べるとだいぶおとなしい外出ぶりになったので、うん、出しますよ。
仲間に入っても多分許されると思うね。おじちゃん許してくれるかな。どうぞ。見てる。じゃあその撫でとかないとね。戻ってきた。どうした？ポンちゃん。ずちゃんもさ、ちょっと興味があるんだよね。なでなでも好きになってきてるし、ジャン君のことも大好きだから、まあ、この仲間に入ろうと思えば入れるような気はするんだけど、いろいろまだちょっとね、初めてのことが多いから。でも抱っこできたしね。いいね。しょくん。しょくん。いいかだね。いいかいいか。お、シュリッとしたな。いいかね。しょくんのスリスリ攻撃もラブくんほどのパワーはないので、ジャンくん耐えた。
里親さんから連絡が入ったようでですね、ラブ君は、昨日から今日にかけてご飯をあまり食べてないそうです。で、アドバイスをということで今、ちょうどうちにラブ君、シオン君が来た時の、動画をもう一回ちょっときちんと見直そうということで、どんな感じだったかなと見ているところです。で、この大騒ぎの猫の鳴き声を聞いてみんな集まってきました。アンズちゃんもそわそわしています。よいしょ。そうね、この時はシオンくんが鼻に結構な怪我をしていて、ラブくんの方は割とおとなしかったので印象が薄いんだよね。どっちかっていうとケージの中で暴れ回ってるのがシオンくんだったもんね。シオンくん、あ、これこれこれ、やっぱりさ、すごく気をつけて、ケージの外から開けたけど、これは正解だったかもしれない。あ、そうか、これはさ、目隠しの布を作った内側にカメラだけ入れてみてるので、喧嘩じゃないよねとか外で心配してるけど、喧嘩じゃないね。あー、ひどいね。シオン君がやっぱり外に出たがってさ、なんかね、ご飯もあんまりしなくて、トイレも翌日かなんかにしてやっとほっとしたような気がするんだよな。これ午前中かなんかだったんだもんね。午前中に来て、ちょっと急いであげた方がいいのかな。早送りしよう。歴代の子たちよりも、興奮が強い子たちだったので、ひとまず完全に目隠しをした状態で3時間ぐらい放置してみようかなと思います。ちょっとね、ご飯もお水は一応2階部分にあげたんですけど気がつかないと思うので。シオンくんは元気に遊んでいます。ラブくんが心配ですが、まあ、新しい環境に移ったばかりですのでまだ24時間経ってないんですよね。自分たちの動画を見返すと、2日目にはラブ君は、シオン君の分までペロッと2匹分食べちゃったっていう動画になってました。まあその頃とは状況が全然違うのと、当時はまだ4ヶ月の子猫だったので、食べることに、執着も強かったと思うんですが、うちに来て3ヶ月経つうちにですね、食べ方も変わってきているので、まあ、多分お腹が空けば食べてくれると思います。今、マオイママは、連絡を取り合っているところです。